反撃の銃弾は、1957年制作のアメリカ合衆国の西部劇映画、エルモア・レナード原作の短編小説ザ・キャプティブスを、バッド・ベティカー監督、ランドルフ・スコット主演で映画化。2000年、アメリカ国立フィルム登録簿に登録された。僕と頭のパッド・ブレナンは種牛を買いに町に、向かった。しかし、賭けに負けたため、 馬を取り上げられてトボトボと引き上げていく。その途中、ブレナンは駅馬車と出会う。この馬車には今朝結婚したばかりの鉱山主の娘、ドレッタミムスと夫の番頭ウィラードが乗っていた。ブレナンはその馬車に乗せてもらう。ところが、途中で彼らはアッシャー率いる三人の強盗団に襲われ、魚車が殺された。金がないと知ったアッシャーがブレナンたちを殺そうとした時、ウィラードは ドレッタの父が財産家であるから、彼女を人質にして、身の白金を払うと言って命乞いした。アッシャーはこれを認め、部下の一人をつけて、ウィラードを町にやった。やがて帰ってきたウィラードは、ドレッタの父が身の白金を払うことを約束したことを伝えるが、その途端、アッシャーの部下に撃ち殺されてしまう。さらに、アッシャーたちは、ウィラードの夫にあるまじき行為を非難して嘲笑する。 プレナンは、嘆くドレッタを優しく元気づけるとともに、反撃の機会を伺う。ありがとうございます。